チェックポイントチャーリーの家自由の記念碑チェックポイントチャーリー博物館はドイツベルリン中央部のクロイツベルク地区にある冷戦時代を記念する博物館である。壁博物館とも称する。アメリカ人建築家のピーター・アイゼンマンによる建物ハウスアムチェックポイントチャーリー内に所在する。名前はベルリンの壁にあった検問所チェックポイントチャーリーにちなんだもので。 東ドイツの将軍だったカール・ハインツ・ホフマンが世界で最も安全な国境と表現した東西ベルリン間の国境について記録するために作られたものである。東ドイツから脱出を試みて成功した人たちの写真やその記録、また脱出に使用された装置、熱気球、検問をくぐり抜けた車、トンネル、ミニ潜水艦などが展示されている。これらの展示は 1962年10月19日、歴史家のライナーヒルデブラントによって、ベルリンの壁のすぐ外にあるベルナウアー通りの2、部屋半のアパートで始められた。この通りはちょうど半分が東西に分割されていた。建物の東側は空き家にされ窓はレンガで塞がれていた。博物館が現在の場所に開館したのは、1963年のことである。博物館は、 ライナーの未亡人であるアレクサンドラ・ヒルデブラントが代表を務めるワーキンググループ8月13日によって運営されており、ベルリンの博物館の中で最も来訪者の多い博物館として2007年には年間で85万人が来訪し、ベルリンでも最も入場者が多い博物館の一つである。 人々が東ドイツから脱出しようと試みた手段の色々を展示することで、博物館は歴史の一時代を記録し、忘れてはならないものを残そうとしている。2004年、アレクサンドラ・ヒルデブラントは国境警備隊のために犠牲になった人々の記念に自由の記念碑を建てた。これは以前のチェックポイントチャーリーのそばに建てられた。しかしながら、翌年、 裁判所の命令により記念のための十字架は撤去されることになり設置者自らそれを撤去を余儀なくされた。2008年、博物館は1989年までにベルリンの壁と東西ドイツの国境線で犠牲になった人々の総数を1303人と発表した。しかしながら、これにはバルト海経由で脱出を試みて失敗した人たち。 国境警備隊の家族の自殺、さらに東からの脱出には成功したものの後で、シュタージや KGB に捕まり殺害された人々が含まれているのではないかという異論もある。我々は国際的な非暴力の抵抗を試みる人たちの最初の博物館です。我々の展示物には、検証77を打ったタイプライター、非合法の定期観光の環境報告書のコピー、 マハト・マガンジーの日記とスキャンダル、エレーナ・ボナーからいただいたアンドレイ・サハロフのデスマスクもあります。ありがとうございます。